目黒蓮、苦難の時期語る、この仕事を辞めようと思っていた、プレシャス、史上初、男性の表紙起用。9人組グループ、スノーマンの目黒ハスが、4月6日に発売されるラグジュアリーファッション誌、プレシャス、5月号特別版、小学館、で、今月創刊20周年を迎えた同誌の歴史上、初めて男性として表紙を飾る。ラグジュアリーブランド、フェンディ、のジャパンメンズブランドアンバサダーに就任した目黒は、中ページのファッションシューティングで、フェンディ、を上品かつセクシーに着こなし、表現者としての輝く姿を披露している。他にも、この仕事を辞めようと思っていた、という苦難の時期や、仕事に対する覚悟など、目黒の素顔に迫る取り下ろしインタビューも掲載。スノーマンのメンバーとして、俳優として、様々な表情を見せている目黒だが、金剛では、いつもとはまた違った大人の色香が漂う表情で撮影に臨んでいる。また、同号の通常版表紙には俳優、大政彩が登場。ファッション特集は、リアルラグジュアリー、で明日の私に新展開を、鈴木保奈美さんと、大人デニム、を遊ぶ、仕事服が見違える、最旬バランス、の極め方、高橋大輔その輝きは、クルメーダイヤモンドのように、などを掲載する。